そう呼んで海の映像部屋です。またいっぱいあるのこれ。それもうな、行けようになったら、もうよっぽど行けようになっとっけ。なっとった。いや、行けようにはなっとらんけどな、もうなりかけたらいけんけん思って、スターバックやりたいよな。ご飯持ってきたんだけど、先人類という親元のところに木村中央が出向いております。申し上げます。当家の主文蔵にございます。あの奥家はそのいなくなりました娘の名前でございますが、手前どもに足掛け4年働いております正直者で、とてもそのような大それたことは、はい、親元も素性の確かな吉松という男屋の上の一人娘でございまして。だがその二人本当の親子かな。ご苦労様でございます。何か使うぞ。は、吉松という親父、一昨日生まれ故郷の信州へ引きこもることになったと申して、家業の乳輪屋の小店を畳んでドローンしていました。隣近所への挨拶もちゃんと済ませて、いやはや誠に行き届いたやつね。近頃珍しい本格の務めのようだな。あ、あんなものが。いつの間に。一文字。一文字の八太郎。こにくいやつ。盗賊一文字の八太郎は、関東一円を稼ぎ場とする一文字一味の二代目の盗賊である。この梅振前町京丹屋、この道にそうな連中の正体が、実は盗賊一文字八太郎の配下なのである。どら勘助様、おいででございましょうか。勘助はおります。手前長島の九五郎と申します。尾州名古屋鳴海の茂蔵の使いで参りました。鳴海の茂蔵さんから、あ、死に、え、茂蔵からの登場に、お返事は一文字のお頭とご談合の上、お聞かせ願いたいとそう申しております。今すぐというわけにはいかない。いつでもお指図の日時に伺いに出向きますとございます。では、明後日夜、つつどきすぐ受けたまりました。ようですか。百段権現まで行ってくる。わしらのとこです。ついうっかり。すいません。失礼いたします。離れにいつかの面白いお侍さんのお見えです。お客をお連れしたからご主人に顔見せろとおっしゃって。すぐ伺いますって。はい。返事をもらってきな。てめえは二人の方向になったことに伝ってはせんじゃねえぞ。やっぱ魚内臓が腐っとんねんな。なんかそんな味がする。これ、うん、いらっしゃいまし。バイトご利益に預かりまして。
ここのご亭主でございますよ。こちらはな、私の先輩の木村殿でな。若い頃から悪仲間でな。この店の味も客扱いも大層お気に召したそうな。勧めた私も鼻が高いというものよ。これからも聞いていに願うといい。ありがとうございます。この脇木とキクラゲの白身さえ生中の腕ではこうは参らん。またマスを身につけたこの焼くのも、これは答えられぬ味じゃ。おやそ料理というものは念には念を入れようで。いやもう料理の講者がそのぐらいにして。下がこのような閑静なところにこのような店があるとは知らなんだ。もっともあまり目立たぬ方がわしらにとってはありがたいがな。お前な、うん、店を始めましてからかれこれ5年になりますが、まあ、おかげさまで何とかやらせていただいております。ご亭主心配無用。それがしが店の評判を広めていい客を連れてこよう。ありがとうございます。どうかご唯一残れまして。じゃあ猫殿の申しとりからなかなか手間かかるな。失礼いたします。ちょうどよかった。ひょうたん屋という固定な料理屋でな、駒込新名物のそば。おそばとも今度の赤回りの帰りに昼でも食べてくればいいぞ。やっぱご大層な料理ではないがな、念が入っている。早物だとうまかったぞ。それは楽しみです。さすがに猫殿は良いところを知っているのですね。そうとも、いや、やつはよく飲み、そしてまたよく食べる。長生きするな。殿様こそ日頃よりはよく召し上がったご様子で、長生きなさるのではございませんか。そうかもしれない。ごめん、山城屋の一件で彦十たちが参っております。いかがいたしましょうか。せっかくお休みのところをいかがと思いましたか。よし聞こう。どうせ、お中吾、今の咳払いは何だ。あ、咳払いなどいたしましたか。ゲス泣きを回すね。奥めて人語りに、それに親の子の吉松という男を語っていましたが、正体の足取りに突っ立ち、一文字の方が5人中ながらがっちり結びついているらしく、どこの穴が当たってみても、どうにも口が取れないんです。一文字の石が一人かたって結びが、この10年ほどの間にたった3件、手間暇をかけて仕上げたんです。ちょっと今度の一件は3年か4年をかけたんじゃないかと。このやり口は8年前に死んだとかって先代の親の頃からもう掟になってるんだそうです。なんだ掟だ。ええ、一つ摂取をせぬこと、一つ何なもので手出しをせぬこと、一つ女を角のようにせぬこと、この三大事を守るには無駄なことのごみ手間も気なりかねない。近頃の盗み働きは塩見のヘテも持ってない連中に薬にしてもらえていない。それじゃあ何か一文字の参加状がお祖師様のお題目より大変な空気でも思っているのだ。そう、へい、いさしどうだ。なんだお前たちは、そんなことで鬼と呼ばれるお菓子屋のお役は務まると思うのか。ふんどしを締め直せ。なんだ。尾張から髪型を足場にしている鳴海の茂蔵、その配下の一人を江戸で見かけました。鳴海、そいつの名は長島の九五郎。10年前には一文字の配下だったはずです。よし、その九五郎とやらを探し出して追ってみよう。急い、おめえはまずは手伝ってやる。